2月17日、沼津市平町にある沼津比叡神社で、アスルクラロ沼津の山本副会長と渡辺社長、今井監督と菅井選手が今シーズンの必勝祈願をしました。拝殿で執り行われた必勝祈願では、まず神職による厄払いと祝詞の奏上が行われ、今井監督や菅井選手などが玉串の奉納を行い、新シーズンの勝利を願いました。アスルクラロ沼津の昨シーズン7勝15敗6引き分け、年間通算順位14位という成績で終了しました。今シーズンは順位を上げることはもちろん、スタジアムのライセンス問題などクラブとしての課題も山積みです。まさに勝負の1年となりそうです。神事の後は境内で絵馬に決意を書きました。渡辺社長は全力初心、今井監督は感謝、菅井選手は全力本気団結とそれぞれ書いて報道しました。それでは菅井選手のインタビューの模様をご覧ください。まず1年間しっかり戦う、勝利を目指して一戦一戦、全力で戦う、そういったものを祈願してきましたし、今回僕が選手代表として、祈願しに来ましたので、チームの思い、一人一人の選手の思いを込めて、祈願いたしました。全力でグラウンドで戦って、地域の皆様に熱いものを届けられるように精一杯頑張っていきます。今井監督3年目の年になり、本当に勝負の年だと、思ってますので、結果と、内容どちらを求めながら、もちろん J3 優勝を言いたいところですけど、まず昨年の順位を上回ること、しっかり上位に食い込むこと、目の前の一戦一戦に全力で勝利に向かうことが大事になってくると思うので、そういった姿をぜひ見ていただきたいなと思っています。今までの選手たち、スタッフたちが見せてきてくれた、その地域のために、チームのために、そういった姿勢を僕らが、今いる選手がしっかり引き継いでいかなければいけないと思いますし、アスルクラロがある意味、意義っていうのを今年1年本当に重要な1年になると思いますので、それを頑張って示していく、このチームが地域のためにしっかり頑張っていく、そういった思いを込めて戦いたいなと思ってます。昨年なかなか勝利につながらなく、失点も多い中で、今年はまず守備のところをしっかり立て直すというところが、重要になってきますし、いい試合をした後になかなかそういういい流れを、持ち続けれない精神的な弱さもありましたので、まず選手として強くたくましく、なっていかなきゃいけないなと思ってますし、まず個人としてもゴール前での局面だったり、僕のポジションからしっかり得点に絡むことができれば、チームのために、勝利につながると思ってますので、そういうところを、練習から積み上げて頑張っていきたいなと思っています。そうですね、ペナルティさんが素晴らしいユニフォームを提供していただいたので、その素晴らしいユニフォームに見合うような結果、サッカーを求めて頑張っていきたいなと思ってます。まず今年のチームのスローガンである全力、これはこのクラブが全力という言葉でここまで大きくなったと思いますし、この言葉にはいろんな思いがありますし、今年は何事にも全力で取り組む、これが僕らの素晴らしさでもあるので、まずそこをしっかり初心に戻って取り戻していくこと、あとは選手、クラブ、全員でしっかり本気を
見せていかないとなかなか今年は厳しいなと思っているので、一人一人本気度を見せてしっかり皆様にお届けできるように頑張っていきたいなって思ってます。あとはアスルクラロファミリーが、団結していかなければいいシーズンになっていかないと思ってます。ぜひクラブ、選手、そしてファン、サポーター、スポンサー企業の皆様としっかり団結して1年間戦い抜きたいと思ってます。いつもクラブへ多大なるご支援、5,000円本当にありがとうございます。3月に始まる、J3 開幕に向けて、チームは今、全力で練習日々取り組んでいます。皆様ともに素晴らしい1年を作り上げていきたいと思ってますので、ぜひ全力で1年間応援、ご支援、そして戦っていただけたら嬉しく思ってます。どうぞ1年間よろしくお願いします。